よろしくお願いします。9回ここまで毎試合0点で抑えてきた青山投手がフォアボールから失点してしまいましたが、ご覧になっていかがでしたでしょうか。いかがでしょうか。でもやられ方が悪いよね。フォアボールフォアボールで、ベースカバーも遅れてるというのはね、あれはもうその辺のピッチャーと一緒だな。ただその中で先発の三輪投手が7回3分の1、1失点と、前回の完投に続き、非常に先発として安定感が出てきたのではないかなと思ったんですが、安定感は出てきたけどね、やっぱり、変わり方がいかんわね、みんなね、うちのピッチャーね、いつもランナーを置いて、小山だとかハウザーだとか、そういう人に後始末してもらうというね、そういう悪い癖があるね。そして打線は阪神の岩田投手を攻略しきることができなかったということなんですね。岩田も大したことなかったんだけどね、これはもう今に始まったことじゃないけどね、やっぱり点取らなきゃ勝てないよ。ただその中で、中島投手、左利き投手、シャーパーよくね、食らいついて言ってくれたね、左殺しだというニックネームがあるようにね、いいバッティングしてくれたね。ありがとうございました。